ジェット風船。ジェット風船とは、飛ばすことを目的に開発されたゴム風船のことを言う。ゴム風船は、風船を構成するゴムの収縮時よりも、大量の空気が入っている場合、ゴムが伸長され、ゴムの収縮作用により中の体積を圧縮しようと、する働きを起こす。この時、風船内部の気圧と外部の大気圧に大きな差が生じ、 風船の口を開ければ風船内部から勢いよく空気が吹き出す。これを推進力にして飛ばすことを目的としたものがジェット風船である。ゴム風船の吹き口には飛ばす時に音が出るようにプラスチック製の笛が仕組まれている。この笛の構造は至って簡単で2枚の日本の五円玉を少し間隔を置いたような構造になっている。元はラムネなどの鷹子に見られた構造でそれを 流用したものである。日本において、Z 風船は1970年代から駄菓子屋、祭り屋台のくじ引き等で、子供向け販売されていた。形は大きく分けて2種類あり、休憩のものと棒型のものが存在した。かつては、プロ野球やコンサート等で、ファンが紙テープを投げる光景がよく見られていたが、そのシーンが、歌手の目を直撃する障害事故があって禁止された。 ただし、優勝時などの特別な状況に限り紙テープが解禁されることがある。その場合は、芯を抜いてから投げるのが通例である。ジェット風船の応援は、1978年に広島東洋カープのファンが甲子園球場でジェット風船を飛ばしたのが始まりとされる。しかし、一般的にプロ野球の応援の代名詞的なイメージとして定着したわ。 1985年の阪神タイガース優勝時に甲子園を埋め尽くした阪神ファンが一斉に放ってからである。いわゆるラッキー7と呼ばれる7回表裏の攻撃前にホームビジターそれぞれのファンが一斉に応援歌、球団歌などを演奏し終えた後に飛ばす形態が定着している。特にホームチームの攻撃となる7回裏の開始前は球場内に大量に ジェット風船が飛び交い、その一部はグラウンドにも落ちるため、球場のスタッフ等があらかじめ内外野のフェンスに沿って一列に並び、グラウンドに落ちたジェット風船を一斉に回収している。民放テレビのプロ野球中継では、3アウトで講師交代の直後に CM に入ることが多いが、7回表終了直後7回裏返し前のジェット風船飛ばしの瞬間は放送されることがある。 3テレビの中継では、7回裏開始前だけはすぐ、CM に入らず、ジェット風船飛ばしが終わってから CM に入る。2000年代以降では、各球団ファンが、チーム勝利時にも飛ばすようになった。1990年代の時点で、福岡大英ホークスファンは、勝利時に風船を飛ばしていた。当時は、勝利を表す、白星とかけて、白色の風船を飛ばすファンや、 色を、ホームでは白、ビジターゲームでは、チームカラーに統一している、応援団も存在する、主催球団の選手は、白のユニフォームを着るため、阪神の場合は、勝利決定時にラッキー7と同様に白以外の、様々な色の風船を内野応援席のファンが飛ばす。2012年からは、パリーグチームのファンはすべて、最低限本拠地の試合では、風船飛ばしを行うようになった。 2009年新型インフルエンザ問題では、兵庫県神戸市で感染者が見つかったこともあり、飛沫感染の危険性を考慮し、京セラドーム大阪で使用を自粛するようになったのを、皮切りに追随する形で、全国各地のすべての球場で帰省を実施、5月下旬以降は、すべての球場からジェット風船を飛ばす光景が消滅した。6月下旬には鎮静したと判断され、 ゴミ飛散防止を理由にそのまま使用禁止となった神宮球場を除く各球場で順次ジェット風船を再開した。しかし8月に入り再び新型インフルエンザが流行化。そのためすべての球場で再びジェット風船使用が自粛されるようになった。その後2010年シーズンの開幕と同時に解禁された。なお甲子園球場では ジェット風船規制の代わりとして、ラッキー7の攻撃時に、ビジター球団の応援歌と、六甲おろしの合唱を振り返で行っていた。また、ソフトバンクとロッテのファンは、風船打ち上げ自粛の間タオルを広げていた。西部ファンはフラッグを振っていた。現在、日本では、下記の球場が、天井に風船が引っかかるとの理由、あるいは条例定食等のその他特殊な事情で、 感染規則に禁止規定を設けている。夏季の日本の球場については、ジェット風船の使用について、制限事項を設けている。野外に落ちた風船を野鳥が誤って食べて、窒息死することがあるほか、自然環境へ影響を及ぼす可能性もある。このため、禁止されているか否かに関わらず、野外球場では使用すべきでないという意見もある。横浜スタジアムでは2002年に、 札幌ドームでは2003年に当時それぞれジェット風船を禁止していたにもかかわらず、阪神ファンが風船を飛ばしたことで当時阪神監督の星野千一がファンに対して激怒したというエピソードがある。ジェット風船禁止時代の横浜スタジアムにおける阪神ファンのジェット風船飛ばしは禁止がアナウンスされているにもかかわらず一部のファンにより行われていた。いずれも 禁止球場では飛ばさない。J リーグサポーターもジェット風船を飛ばすことがある。クラブ呼びかけで、試合開始時、ハーフタイム時、勝利時に、ジェット風船を飛ばすこともある。ただし、クラブルール、スタジアムルールで禁止されているところもある。四国アイランドリーグプラスや、ベースボールチャレンジリーグといった独立リーグでもファンが、ジェット風船が飛ばすことがある。台湾プロ野球でもファンによる、 ゼット風船飛ばしが行われる。2012年5月20日の甲子園球場での阪神楽天セパ交流戦において阪神ファンが阪神の不甲斐なさに抗議する形で7回表の楽天攻撃時にゼット風船を飛ばすということがあった。ワールドベースボールクラシックでの日本ラウンドでは通常時ゼット風船使用可能球場でもこれの使用は禁止される。 2016年9月22日に阪神ファンとして知られる水木奈々が長年の悲願であった甲子園球場でのライブを開催した際はグッズのラインナップにジェット風船が入っていたほか当日の入場者全員にジェット風船が一個ずつ配布され7曲目の前に阪神の公式戦におけるラッキーセブンの前のファンファーレが流されその後一斉に飛ばすという演出がなされた なお、水木のライブではそれ以前にも2006年1月21日の日本武道館公演にて、阪神ファンであることにちなんだサプライズとして、Z 風船を飛ばすという演出があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。